めもなさいよ。ですです。ですです。ですです。大丈夫かな？ OK、OK、OK だって。OK。ということで、ということで、ということで。ということで、メモベル、コラボ、イェーイグダグダ。別になんかテーマとか決めてるわけじゃないからね。そう、今日はね、何も考えていないっていう日なんですよ。だから、もう、タイトルも何もなく、ただイエイって感じで、うん、普通の雑談コラボって感じになるんですけど。そう、だから待機中にね、歌方もアップするのかって。うんいや、そう。そう、なんかたまたま、そう、見てたぞ、みんな。配信のね、待機場所を作るときに、アペックスからコピーして、なんか待機場所を作ってたんですけど、うん、そう、たまたまね、サムネが、なんかこう、なんだタイトルアペックスになってる？え、あ、ほんとだ！ねえ、猫になってるアペックスに。あ、ほんとだ。ねえ。じゃあ、ちょっと奥田になってみて。ねえ、ちょっと。オクタンのね、セリフでね。あ、これちょっとみんな助けてもらっていいですか、ね、オクタンのセリフで。言ってみて。オクタンのセリフ。全然わかんないんだけど。早く行くぜって。はい、早く行くぜ。ねえ、これメモリとして聞いてないでしょ、今の。完全に、メモリじゃない。完全にゲームの中でさ。オクタンボイスで脳内再生されてるでしょ。いや、でも、メモリが、こう、頑張ってオクタンのなんかセリフを言っているところを、無茶ぶりに答えるところが面白いっていうのを楽しんでる、俺は。いや、もうちょっと楽しい。いや、他の男を重ねられてる時点でもう、だいぶ複雑だけどね、私は。いや、これから、ビルが、こう、うん、何を言ってもイエスだぜで答えて。イエスだぜ。イエスだぜ。うん。イエスだぜしか。許さないから。許さない。いい？じゃあ、ベルが何を、今から何を言っても、イエスだぜで答えること。いい？何この複雑な気持ち。いくよ。好きな男のセリフもいいよ。メモリは、ベルのことが好き。はい、イエスだぜ。イエスだぜ。ベルはめっちゃ可愛い。イエスだぜ。何笑ってんだよ。笑ってないよ。ベルはお姉さんである。イエスだぜ。これ、じゃあ、ベルとオクタンはテーテーである。頭で思ってることと、ちょっと言葉、やっぱ嘘つき。やっぱ嘘つき。ねえ、何言ってもイエスたちじゃなくてダメって言ったじゃん。苦しい。ねえ。嘘つけない体質だから苦しい。ねえ、もう。何を言ってもイエスたちじゃなくて。私、多分今、嘘発見器つけたら、すごい霊が多分反応するよ。何に対してそんなに戸惑ったわけ？え？もうすべて質問に対してすべてだよ。お姉さんに対しても、オクベルテーテーにしても。ダメなの？じゃあメモリはベルのこと好きじゃないし、ベルは可愛くないってこと？え？いや、それとこれとはほら、また違うじゃん。私たちの関係はもう、ね。て？オクベル以上だから、もう、てのてよ。て。はい。てっぺんとってよ。もう。その、飼い主が猫じゃらしでペットをこう、遊んでたんだけど、最終的に飼い主が、猫に遊ばれてる側みたい。ねえ。猫じゃないよ。たとえ、うまいよ、今の。うまくない。だって、ベルは猫じゃないもん。猫じゃないね。でも、猫じゃないもん。一番みんなが、お客さんがわかりやすいたとえだから。うん。ほら。お互いにかまってほしそうな感じだったよ。あー。かまってほしいの？ベルは別に全然かまってほしいとか思ってないけど。いや、別に私も全然そんな。え？そんな、そんな、かまってほしいだなんて。まあ、ベルは嘘だけどね。かまってほしいだなんて。別にね。ベルはメモリーとたくさん、え？うん、ベルはメモリーとたくさん話したいなって思ってるけどね。これからも。いろんなお話したりしたいし、いろんなゲームしたりしたいなって思ってるけど。まあ、今、たまたまちょっと今、釜かけてみただけなんですけど、うん、メモリーってそういうこと思ってたんですね。いや、へぇ、そうなんだ。へぇ。いや、もう違います。思ってないんだ。へぇ、あ、いいよ。バイバイする？ほいほい。右手でポカポカ、左手でポカポカ、右手でポカポカ、左手でポカポカ、右手でポカポカ、左手でポカポカ、みんなをポカポカでしたらいい。
バカ。